2017年6月2日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1051話、終わりよければすべてよし。高校の文化祭で文化局長をやってて忙しかった時期に、男の霊を見ることがあった。俺が執行室で仕事をしていると、いつの間にか、青ざめた表情で目の前に立っている。初め見た時はビビっておしっこ漏らした、大量に。でも本当に忙しかったから、途中でやめるわけにはいかなくて、次から現れても無視してた。何度現れても無視してたので平気になったが、しばらくすると俺にちょっかい出してきたので、ぶん殴ってやった。ぶん殴ったが、スカッと空振りしたので、忙しいんじゃボケ。丸×三角形。とめちゃくちゃわめき散らしたら、悲しい顔をしてすっと消えた。それから見なくなって、無事文化祭は終了。彼のことは忘れてしまった。しかし最後の最後に気になったので、卒業式の前日に執行室に会いに行った。彼はいた。むしろ懐かしい気さえした。線香をあげて部屋掃除してあげたら、悲しい表情が少し緩んだ気がした。20年も前の話だが、あいつは何者だろう？まだいるのかな？第1話、おばあさんと夫、秘密のツーショット、大分県、O、N、3、27歳。昨年2月に祖母が亡くなりました。その時の話です。祖母は写真が嫌いで、ほとんど写真は残っておらず、遺影の写真を探すのにとても苦労しました。家中ひっくり返して、ようやく1枚だけ、祖母が笑顔で写っている写真を見つけました。その写真は、祖母ともう一人男の人が写っていました。若い男性です。ところが、誰もその人を知らないのです。場所は確かに祖母の家。私の叔母の家族と一緒に住んでいました。なのですが、全く知らない人と写っているのです。祖母の様子や部屋の様子から見て、最近の写真でした。結局、そのまま祖母の顔だけを引き伸ばして家にしました。その写真のことも忘れて、葬儀、初7日も過ぎ、49日でまた親戚が集まった時のことです。私の9つ年上のいとこ。どうしても抜けられない仕事があり、葬儀には来れなかったので写真は、まだ見ていませんでした。がその写真を見て表情を歪めたんです。これ、としくんだ、とつぶやいたのです。私もとしくんという名前だけは聞いていました。いとこの婚約者でした。しかし、としくん。母祖母に会ったことなんか一度もないはずです。そして、としきみは、3年前に病気で亡くなっています。この写真に写れるわけがないのす。この写真に写っている家は2年前に改築された後のものなのです。どうしてこんな写真があったのでしょうか。誰が写したのかさえもわかりません。ただ、祖母はとても幸せそうな顔で写っていました。ネットで見つけた怖い話。第1052話、おんぶー、待ってー、出れないよー。先日、友達と2人で、映画を見たり食事をしたりして遊んでいました。さて、やることもなくなってきたので、どこ行こっか？どうせなら心霊スポットでも行く？ってな話になりました。うちの近所には兵道山地という有名なお化け屋敷がありまして、そこにこっそり忍び込んで酒でも飲もうか、ってことになりました。兵道山地の向かいに立ってるローソンで酒とおつまみを買い、玄関に向かいました。玄関の上の明かり取りの窓には大きめのお札が貼ってあります。もうそれだけでお腹いっぱいでした。でも友達は悪乗りして玄関を開けようとしましたが、開きません。鍵がかかっていたのです。俺は、これで帰れるかなって思ったんだけど、友達は何としても入るようで、裏口に回りました。裏口はなぜか開いていて、俺たちは兵道山地の探検を始めました。探検といってもごく普通の一軒家なので、
すぐに全部の部屋を回り終えてしまいました。1階の、おそらく今と思われる場所で、二人で酒を飲みました。明かりは雰囲気を重視してろうそくを用意しました。最初は、共同なんじゃ怖くねえよ。とか、どうせ幽霊なんて話ブラフだろ？なんて言って気がっていましたが、そのうちに友人の様子がおかしくなりだしました。口数が減り、顔が真っ青です。そのうちガタガタ震え出しました。どうしたの？と聞くと、お前の後ろにさっきから女がいる、と、ひどく怯えた声で言ったのです。普段は幽霊に会っても幽霊をぶん殴るくらいの豪快な友人なので、この時の怯えぶりは、まさに友人がそれを見ているのだと思わせるような感じで、俺も怖くなりました。やめてよ、そうやって俺を怖がらせたいんでしょう？って言ったけど、そうじゃないって、マジでいるんだよ。って言って、ひどく怯えています。でも相変わらず俺には何も見えない。突然友人が、ギャーイヤー、と叫びました。おい、お前の背中におぶさってるぞ。と言って、友人は這うようにしてその部屋を出て行きました。俺も取り残されちゃたまらないので、慌てて追いかけました。足が震えちゃってうまく歩けない。なんとか労働産地を抜け出して、車の中で振り返ると、今度は俺にもはっきり見えました。玄関の明かり取りの窓に貼ってあったお札の脇から、ものすごい目で俺たちを睨んでいる女の目が。ネットで見つけた怖い話。第1053話、勝手にセッション。2年前に一緒にバンドをやっていたドラマーから聞いた話です。去年、場所を移転してしまったんですが、すごく古い練習スタジオがありました。ボロボロの建物だったので、変な噂が絶えない嫌なスタジオでした。それでも値段が安かったので高校生は大抵ここを使っていました。ある日、彼はドラムの個人練習でそのスタジオに一人で入っていました。しばらく叩いて、休み、またしばらく叩いて、送り返していたそうです。2時間予約して、1時間ほど過ぎて、喉が渇いたのでジュースを買いに1回外に出て、戻ろうとすると、スタジオからギターの音が聞こえたというのです。彼は予約時間を間違えて入ってきたバンドが練習を始めてしまったのかと思い、スタジオの受付に尋ねてみました。ところが受付の女性の答えは、今日はこの後夜中に予約が入っているだけです。とのことでした。でも現実にギターの音が聞こえる、とのことで、一緒にスタジオに行きました。受付は1階で、2階は物置、3階がスタジオになっていました。ですが、スタジオには誰もいません。彼はとりあえず受付の人に謝り、また練習を始めました。すると、時々、歪んだギターの音が、ボロいアンプを置いていたのでその故障かと思い、アンプを見てみるのですが、電源さえ入っていませんでした。彼は気味が悪くなりましたが、何度も受付に行くのも恥ずかしいので早めに練習を切り上げて帰ることにしたそうです。そしてスタジオを出るとまたギターの音が、それも今度は、はっきりと聞こえたというのです。それもベンチャーズのパイプラインだったそうです。慌てて階段を駆け下り、帰ったそうです。彼は私とバンドをやっている間も、絶対にそのスタジオには行きたがりませんでした。これは後で聞いた話なのですが、このスタジオができた当時、練習の帰りに事故で死んだギタリストがいたそうです。彼はモズライトというブランドのギター。本物は結構値が張るもので、ベンチャーズのノーキーエドワーズも同型のモデルを使用していました。おバイトしてやっと手に入れた直後だったそうです。どのような事故だったのかは詳しくは知りませんが、無傷で残ったモズライトを、もう一人のギタリストが救急車も呼ばずに自分のギターとすり替えて逃げたそうです。事故死したギタリストさんの怨念なのでしょうか？それとも、彼がその話を先に聞いて、私たちを怖がらせようと、話を捏造したのでしょうか？真相はわかりませんが、当時、すごく怖かったです。
ネットで見つけた怖い話。第1054話。その名は外せよ。外さないと切るぞ畜生。俺の母親に聞いた話。母親は俺が生まれる前に、夢で侍に会って、お前の子供は死産になるだろう。その子の魂は汚れているから我々の食料になるのだ。と、そう言われたそうだ。それで困った母親が親戚の修験者にその話をして、霊剣新たかな荒縄をどこからか入手した。そしてその縄を出産までの間、腹に巻いて暮らしていたんだと。しばらくするとまた夢に侍が出てきた。その縄を今すぐに外さないとお前の命はない、そう言われたそうだ。でも母親は外さなかった。なぜかというと、修験者に。この縄を巻いておけば侍が腹の中の赤ちゃんに悪さをすることはできない、と言っていたから。その晩はそれだけで済んだけど、それ以来、頻繁に侍の夢を見るようになった。そして出産間際になると、ついに侍は刀を抜いた。その忌々しい縄を外さなければ、今ここで貴様を叩き切ってやる。そう言われたけど、母は赤ちゃんを守らなきゃならないから断った。横向きで寝ていたところを、後ろから切りつけられる夢を見て、母親は目が覚めた。子供は無事に出産したけど、母親の背中には古い刀傷のようなものが今でもあるそうです。ネットで見つけた怖い話。第1055話。あたしのせいで、いとこの人生台無しの巻。私のいとこは非常に霊感が強い人です。昔から変なものや不思議なものをたくさん見ています。10年ほど前、いとこ一家と私の家族で九州へ行きました。まあ、私は、本州の九州よりの端っこに住んでいるので遠出ではありませんが、福岡の田川というところに住んでいる親戚の家を訪ねました。そこには彦さんという割と有名な霊山があり、そういうのが大好きな私は、嫌がるいとこを強引に連れて行きました。夜は行っちゃダメ、と言われたので昼間に行ったのですが、高い木が並んでいて薄暗く、不気味でした。かなり上の方まで登ったのですが、何もなかったので仕方なくだらだら降りていきました。降りてすぐのところで、いとこがトイレに行きました。私がお土産屋さんに売ってるものを適当に眺めていると、いとこが泣きながら走って出てきたのです。トイレの屋根の上に何かがいたというのです。真っ赤な顔で髪の毛のようなもので覆われている人型の何かだったそうです。そして、それは回転しながらいとこの方へ飛んできて、顔の前をかすって飛び去っていったそうです。いとこの怯え方はひどく、しばらく座り込んで立てなくなっていました。その後、親戚の家に戻ると、いとこは高熱を出し、そのまま救急車で運ばれてしまいました。結局、次の日には熱は引いていたのですが、それから少しおかしくなり、学校も辞めてしまい家に引きこもってしまいました。10年経った今は何事もなく暮らしています。それでもあの時の話をすると表情が暗くなります。その真っ赤な顔をしたものは何だったのでしょうか。ちなみにその彦さんには天狗伝説が数多く残っていますが、いとこに話すと、天狗があんな怖いことするわけがない、と必死に否定します。私は、姿を目にしてないのですが、もうあそこには近づきたくありません。ネットで見つけた怖い話。第1056話、霊界からのリモートデスクトップ。よく行く服屋の店長から聞いた話です。どこの県でも心霊スポットってありますよね？私が住んでいる富山県にもそんなスポットがあります。当時店長は石川県の大学に通っていて、サークルの友達3人と話をしたとき、どんなことから心霊スポットの話になったそうです。その時友人 A に、この辺のはほとんど行ったから、今度お前、店長、の地元の怖いところ行かない？
という話になったそうです。他の友達も乗り気だったので、夏休みに心霊スポット巡りをすることにしたそうです。行く場所は車で行くと結構近くに3箇所ほどあるということで、健康大学跡、津川の旧トンネル、幽霊神社の順番に自分の車、店長一人、と友達の車、友達3人、の2台で行くことになったそうです。富山の恐怖墓というところに心霊スポットのことが詳しく書いてあります。今はもう骨組みだけになっていて詳しくは知らないのですが、健康大学跡は当時はまだ建物があって、医療ミスがあり、それで亡くなった霊がさまよっているなど噂になっていたそうです。中に入って、いろいろ探索したらしいんですが、特に何もなく、次の心霊スポットに向かうことにしたそうです。その後の2つの心霊スポットも曰くつきだったんですが、特に何事もなく、まあ、こんなもんかと思いながら友達3人と店長は車に乗って友達は石川に、店長は家に帰ったそうです。そして帰りの車の運転中、店長の携帯が鳴ったそうです。着信画面には、非通知、と出ていました。店長、どうせあいつらの嫌がらせだろうな、もしもし？うーわー。店長、おいおいええかお前ら、相違の立ちが悪いぞ。こっち一人だからって脅かしやがって。あーあーうわうわ。店長、おい、こっちの話聞いてる？ B なの？C？ 切るからな。電話を一度切って店長は A に電話をかけました。おう、どうした？何かあったん？店長、っていうか変な電話かけんなよ。はぁ、あ、いやかけてないから。店長、本当かよ、とりあえずもうやめてくれよ。電話を切ってすぐにまた非通知の着信がありました。内容はさっきと同じ声で、男のうめき声が永遠に聞こえるだけでした。そうしてもう一度、店長、さっき言っただろうが、やめろって、勘弁してくれ。いや本当にかけてないんだって、マジでそんな変な電話かかってくるの？店、ああ、本当にお前じゃないの？ああ、本当に何もしてない。店長、わかった。じゃあもう切るから。A の口調は本気だったので、店長は急に怖くなったそうです。一刻も早く家に帰りたい、それしか考えられなかったそうです。ちょうど、家の手前200メートルのところで信号に捕まり、青になるのを待っていた時、また電話が鳴りました。非通知着信で。店長、もしもし？あーうーわー。店長、一体誰なんだよ。もうやめてくれ。店長は電源を切り急いで家に向かいました。家に着くとすぐに布団に潜り込んだらしいです。しかし、しばらくすると電源を切ったはずなのに、携帯が永遠になっていたそうです。店長は布団をかぶってずっと、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、と唱えていたそうです。ふと気がついたらすでに朝になっていたそうです。店長は恐る恐る携帯を見たそうです。するとなぜか、昨日心霊スポットに行った3人の分以外、携帯のメモリーが消えていたそうです。それからそういった場所には二度と行かないようになったそうです。今日のオカルトスレ。閲覧注意。現代で一番怖い奇病って何？体の末端から徐々に固まって死に至る病気ぐらいしか知らない。リンク。ニート、緩やかな死をもたらす病。進行性骨化性繊維陽性症。2007年3月12日に開かれた厚生労働省の第4回特定疾患対策懇談会において、子供の頃から発症し死に至る可能性がある。として、新たな認定としては約4年ふりに、進行性骨化性繊維陽性症を国指定の難病として認定することを決めた。身体の矯正メカニズムが繊維性組織に起こす難病であり、筋肉や腱、
人体が骨組み色に変化して硬化する。多くの症例において、それらの症状によって関節が固定されて動かなくなる。外科的治療は、手術自体の侵襲によって周囲組織の骨化が促進されることになるために通常行うことができない。数年にわたって骨組み色が増殖して関節を固定するため、患者は歩くことや食事、呼吸さえも自力でできなくなってしまう。この疾患は一般に骨化することで内部組織を押しつぶし、最終的には死に至ることになる。患者は30歳までに身体を動かすことができなくなり40歳以上命を頂戴させることは稀である。現在の段階では治療不能の病気と考えられている。リンク。9。サンクス。怖いな。手足口病とか気病にしか見えない。昔はあんな病気なかったぞ。リンク。ツリーマンとか。群発頭痛、だっけ？あれは絶対に嫌だ。増加は症とかなったら悲惨。身体の末梢部の皮膚や皮下組織の結合組織が著しく増殖して硬化し、象の皮膚上の様相を呈するため、この名で呼ばれる。リンク。ウエンディゴ付きかなやっぱ。主な症状は、最初は気分の落ち込みと食欲の低下が見られる。その後、ウィンディゴに取り憑かれたという思いが頭を占めるようになり、このままではウィンディゴに変化してしまう。という強い恐怖と不安感とともに、次第に周りの人が食べ物に見えるようになり、猛烈に人肉が食べたくなる。病が進行すると、通常の食べ物を一切拒絶するようになり、会話や身だしなみなど生活に不可欠な能力を喪失する。最悪の場合は、部族から処刑される、もしくは、ウィンディゴに完全になる前に自殺してしまうこともある。身体的自覚症状は、体が内側から凍えるような感覚と、目まぐるしい気分の変化がある。主な原因は、冬季の食料の乏しい時にはビタミンが不足しがちで、精神状態に変調が生じやすくなるなど、栄養面での影響が考えられている。主な治療法としては、クマなどの脂肪を飲むことが挙げられ、コップ一杯の脂肪で治る。動物脂肪には、ビタミンが多く含まれており、ビタミン不足を補足できるためと考えられる。リンク。知ってる。暴食に暴食を重ねてついには食費投下してしまう病気だよね。文化依存性だから我々にはあまり関係ないさ。多分、旅行者も発症するんだぜなぜか。不眠に。顔が陥没してくやつだっけ。ググってきたけど本当に凶悪だなこれ。しかし顔面が、消失する。ってどういうことなの。思春期地地線肥大症。それなったわ。痛すぎて服も着れないし、病院行った。周りの人間からすれば若年性アルツハイマーも怖いよ。スジジスとかも怖い。呼吸できなくなるも勘弁。ハンチントン病。遺伝性疾患なので、原因遺伝子があれば必ず発病する。死亡率 100%。一般にハンチントン舞踏病。フンティイングトネス。除霊。として知られている。リンク。ALS も残酷だな。患者数も結構多いし。MLB の国民的人気選手であったルーゲリック。1941年に死亡。がこの病気に罹患したことから別名。ルーゲリック病。ロユー。HDGS。自生性。とも呼ばれ。1。彼の死後に公開された映画。打撃王。現代。TA。BDで。オブ、TA、ヤンケイエス、などによって、主にアメリカ合衆国で一気に知られるようになった。2、ゲイリックの死は、COAL、TAR、イーラエストメリシー、メメガバイトラネース、シーテイム、という頭部外傷による別の疾患であったとの説も唱えられているが、3、4、
こうした説に対しても CTM は特殊な状態の組み合わせでしか発症しない極めて稀な病気であるためにその可能性は低いという反論がされている。5. この病気は2014年のアイスバケツチャレンジの広まりによって再注目されることになった。ICD-10 では G12.21、日本国内では1974年に特定疾患に認定された指定難病である。1年間に人口10万人あたり1から2人程度が発症する。後発年齢は40代から60代で、男性が女性の2倍ほどを占める。リンク。群発頭痛と似たような箇所が痛くなる時が時々ある。確かにめっちゃ痛いけど死にたくはならないから群発じゃないのかな。45. 偏頭痛じゃない？私も良くなる。偏頭痛かね。吐きそうなくらい頭痛くなるよな。目の前が花火みたいにチカチカなった後に、左右どちらかに痛みが来るなら偏頭痛。前兆が来ない人もいるらしいけど、スリーマンググったら手術成功したみたいだね。奇病ではないが、エボラも怖いよな。エアロゾル感染したら人類滅亡やで。海に行ってのすげえな。生きてんのかこれで。顔面銃で撃たれたんですよ、笑って言われたら信じるレベル。口ないけど。足が像みたいに肥大してひび割れてく病気なんだっけな。あれは怖かった覚えがある。絶対に眠れなくなる致死率 100% の。病気もあったよね、イタリアの家系で乱され、日本ではごく少数の家系に乱されるのみである。1. 日本においても、変異性クロイツフェルト・ヤコブ病やゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群とともにプリオン病には軽いされる。1. プリオンタンパク遺伝子の変異した家系に見られるが、ほぼ同一の症状を示す散発性の遺伝子変異を持たない症例もある。後者は原因不明であり視床変性型 CJD として報告されている。いずれの場合も遺伝性があり、多くの場合は40から50歳代で発症し男女差はない。1. また、脳波の周期性同期性放電は見られず、多くの場合発症から1年以内に昏睡に陥る。1. なお、患者の脳組織には異常プリオンが蓄積されているため、伝達性がある。リンク。エボラは言わずと知れた恐ろしさがあるよね。魚臭症みたいなやつ。体、汗、尿から激臭を発する。原因は大きく2つに分かれ、トリメチルアミンを分解する酵素であるフラビン含有モノオキシゲナーゼ、F も、外電子情報として先天的に欠如または低活性である場合と、肝機能障害や肝機能低下による後天的な場合があるとされる。前者は患者の子孫にも低確率ではあるが発症するリスクが存在する。1. 体臭は魚のような生臭い臭い、便臭、生ゴミの匂い、下水道の匂いなど様々である。リンク。エボラ出血熱って現存するのな。ペストは？ペストどうなんだろう今でもあるのかな。肌が全部黒くなって死ぬから黒死病って呼ばれて。おしまい。